リスナーさんに支えてもらって生活してるのに会いに行けないよね。こじって生活してるんだから、ほっといてくれない？俺なりのやり方で会いに行くんだから、ガタガタ抜かすなよ。割とガチで、割りガチで、ふざけんなよお前やろ。だから戸籍不票を取りに行くんだよ。戸籍謄本じゃなくて、リンゴさん、戸籍不票っていうのは全部が載ってるんだよ。ニージーさんありがとう。役所行ってから。いや今の段階ではネタとか言って全然応援されてる感ないから、みんながゼロワンお母さんに会わせてあげたいっていう気持ちがコメントで汲み取れないから言ってるんだよ。汲み取れないね。交通費もかかるし。あ、いおりさんありがとうね。こういうリスナーさんと一緒に旅するんだから、関係のやつ黙っとけよ。見てもらわなくて結構なんで。ドキュメンタリードラマティック放送を見ないでくれる。あ、ビーちゃんありがとう。あと何個になったの？16位になったの。あともう21個じゃん。21個、あ、10個遠出することになったら来るちゃんも。ってことはあと1個になったの。 あと1個じゃん。10個ありがとうね、ありがとう。まあくるみもまあ連れてくかもしれない。ちょ、連絡はするよ。うん、この町を出るとやっぱりあれだからね。あ、ちゃんみ5倍ナイスありがとう。これで一応30個揃ったんだけど、最後の一発で5倍を出したよね、ちゃんみ。これは5倍出しちゃダメなんだよ、これ枠的に。ってことはあと5個なんだよ。うん、ちゃんみが5個出しちゃったから、5倍出しちゃったから、あと5個35個になるまでいけないというルールが、そう、ワオでしょ、発生しちゃうんだよ、これは。これはしょうがない。ちゃんみーが倍出さなかったらいいんだけど、あと4個ね。うん。であと4個でいいよ。だから倍には気をつけないと、特別ルールが出ちゃうからね、ちゃんみー。うん。ありがとうだけど、まあ、あと4個という、そう、ルールがあるから、うん。俺もルールには従わないといけない。負けて、じゃああと3個ね、じゃあ負けてあげるよ。うん、だからちゃんみ攻めちゃダメだよ、お前がアホだよ。攻めるなよお前、リスナー、リスナー叩きブロックするから瞬時に。あと3個くれたら行くよ。うん、アキラいらっしゃい。俺様、神様、様様、仏様、ゼロワン様だけども、文句あんの？人の放送に来て、お前が何様だよ。タダで見させてもらってんだから感謝しろよ。何様だお前。誰に文句言っとんお前。ぶっ飛ばすぞお前。うえ。なあユーチェル。調子乗んねんお前。歯じゃねえぞお前、弾くぞてめえ。言い直ってると、あ、キメマルさん、ニージさんありがとうね。で、あと1個ね、あと1個で、ニージもありがとう、あと1個、ね、で、倍出さないでね。倍出したらその倍分だ、10倍出したら10個上乗せされると思って、ね、絶対に倍出しちゃダメだよ。
あと1個だけど、ここで倍の分上乗せされるというルールがあるからダメなんだよ。これ倍怖いよ、本当に怖い。キャンディーだしマジで怖いよ。ここ重要だよ、かなり。あー、2時ナイス。でも2時は取っちゃダメなんだよ。うん、なんで2時が取ったの？違う人が取らなきゃダメじゃん。あ、ラコマルも投げた。またダメだ、ダメだよ。ラコマルがやる気見しちゃったし、かぶったじゃん。これダメじゃん、これはダメなんだよ。これこういう場合は今36個だからキリがよく40個になる。うん、2時謝らなくていいけど、ちゃんとルール覚えていこうね。ルールを覚えていこう。2時も最近のリスナーだから、あと4個投げないとダメなの。うん、ダメじゃん。ラコマルもくれたけどダメでしょ。あと4個でいい。まあ4個はまあ欲張りだけど、うん、だからユーチェルがくれて10倍、ここの10倍はナイス、素晴らしい。であと3個、あと3個でいいよ。うん、あと3個ね、あと3くれたら区役所。ここの引きは素晴らしいね。うん、だ、嫌なら黙って見とき、コメントもするなよお前。チコさん嫌なら舐めてんの。だからキャンディーがくれたからあと2個で、3個か、あと2個ね、あと2個。チャット行こう、ちゃちゃっと。俺も喉乾いたの我慢していくから。まあ俺のことだからね、俺のことだから本当ありがとね、優しいリスナーさんは。だからあと1個ね、B ちゃんがくれたから、あ、あと1個匿名さんでナイス。でも最後匿名投げだけど、まあいいよ、本当はダメだね。最後の1個は、最後の1個の匿名投げは本当ダメで50個になるんだけど、まあいいよ、さすがに。最後の匿名投げと倍は気をつけて。俺がダメって言ったらダメなの。区役所行くか。ちゃんと覚えようねルール。どん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 ぐだっちゃうから、ちゃっちゃ進めていかないと、もう日が暮れちゃうから。で、さっき有力な情報があったね。俺のお母さんは三重県の尾鷲市出身らしい。だから三重県の尾鷲市だとルートが変わるんだよ。三重県の尾鷲市だと今日名古屋に帰って車を取りに行ってからの車で尾鷲市まで行くんだけど、三重県の尾鷲市って一番外れなんだよ、一番外れなんだよ。三重県の一番西、めちゃくちゃ遠い。だからめちゃくちゃ大変だよ。あー、雪もやばい。確かに三重県の尾鷲とかは雪もやばい。詳しいね。でもまあ最近ちょっと交通の便も良くなってきてはいるんだけど、新幹線通ってるのかな。いや車もエンジンかかるか分かんないわ。で一人がね、あのリスナーさんがプリウス黒、これコンね、メイビーベイビーちゃん、ナナちゃん、まあその話はいいんだけど、
リスナーさんが70万円残ってるプリウスを買い取ってくれるらしい。だからもう売ろうかなとも思ってるんだよ。割とガチで。まあ1ヶ月までは経たないけど、1ヶ月経つか。まあ1ヶ月までは経たないけど、で、なんとスタッドレス履いてるんだよ。逆にノーマルタイヤじゃないっていう。今プリウススタッドレスなんだよ。うん。そう、乗ってないから買い取ってもらおうかなと思ってる。そしたら毎月のローン3万円と保険代1万5000、4万5000浮くんだよ。これめちゃくちゃでかいからね。使ってもないし、4万5000でかいし、ここはいらっしゃい。そのリスナーさんに状態見てもらって売ろうかなと。普通に買ったら100万以上するからね。一つ前の角だからかっこいいし、あれ、すいません、区役所ってどこですか？ここです。あ、この目の前の、そうです、これ入り口、ここをこう曲がって、はい、でそこの左に、はい、そこを曲がる、はい、ありがとうございます。私も行くんです。あ、行きます、はい。